続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します、うん、3月25日、うん、静岡県沼津市にて開催されます「カンペイアメマナイトマラソン in 沼ン津2023」の発起人。うんうん ご本人です。葉山寛平さんですよろしくお願いします。お久しぶりです。昨年3月以来11ヶ月ぶりまあ1年ぶりです。はいありがとうございます。マラソンのコースを自分で走られてあの作っていくっていうそうです。そこから始められるそうです。なんでななんで なんで、なん言われたら。びっくりした。なんでそんな人が作ったコースが気に入らないってこと。そんなことないじゃん。でも、そうじゃ。いや、時間ですよ。あの、なんでって。なんで、なんで言われたら。びっくりした。なんでって。そんな聞き方なんで。だって、主催です。もんマラソンコースを決めたっていいじゃないですか。だから、まあ、この沼津がね、今ちょっと、あの、こう。 れててててきるるとかしいっらだからなんとか沼津を盛り上げてくれへんかというてじゃあわかりましたと沼津いろいろお世話になってるんですよ劇場も吉本のあそうですかはいそうですかはないでしいやそこは知らないもんだっていやそこはあっ いやーそうなんですねとかこういうだ <laughs> あそうですかそれでそうスニマス芸人もいらっしゃいますもんね <laughs> そうなんですよスニマス芸人もいっぱいあそうですか <laughs> そうですだから<何> <laughs> そのそうですかはないでしょうしそんなに大したことじゃないだろう <laughs> いや大したことですよ劇場をえらしもるてんですよ沼津で 暇だったんでその劇場会場が入れる箱が何もなかった昔カンペイさんとねちょっと行くとなくてどっかの田舎に行ってしうんですか沼津が劇場やらしてもらってるから沼津をちょっと恩返しのために盛り上げようとほんで自分でやばい 夜走るのがいいいなななと思ってなんで夜なのいやだからなんて言われたらどう言ったらいいんやろ <laughs> 夜が<や>走ったっていやそのね真っ暗な中を、うん、懐中電灯一つ持って何にも見えないじゃないいやもうそこがいいんですよ自分のテラスその明かりだけを見て前へ進んでいく、はいうん、でも最初は明るいうちにスタートするわけですよ、うん、何時間走んるんだよ えっとね、二十、ま五キロ、十キロ、二十五キロとあるんですけど。はい、ほんで、まあ、その、あの、沼津に、あの、カヌキ山ってあるんですよ。カヌキ山、そこに、桜がものすごく綺麗咲いて。あ。何月、何月。二十五日だったら、ちょうど。ですねちょうど咲いてるんですよ。で、そこを、ライトアップするんですよ。なるほど。綺麗に、この桜を、ね、ライトアップして。五キロの人は、たどり着かないね。五キロの人は。 早めに午前中にお話ししてはい。でだから5キロの俺が言ってるのは5キロの人はたどり着かないねって言った5キロの人はそこは走らないですはいほで10キロの人もたどり着かないねいや走らないですやっぱ海岸沿いになってしまうんですけど25キロの人だけはい5時スタートやからちょうど暗なっていくんですよああ 賀貫山へ上がって行った時はもう桜文化のとこをタイトアップしてその下を走るわけですよ。夜桜の中はいほんで一番上から沼津の夜景を見ながら走るというそういうなかなかちょっとこういうのを味わえないマラソンを作ったんですよなるほどいやあのそれを言っちゃおしまいだよ。 そうね。川津まこちゃん、いろいろある。それを言っちゃ。岩元とか、星前だよ。星前かも。あと言葉出ないよ。そうだよ。そうだよ。うん。まあでもそれを官兵さんが企画して走ってこれで何人ぐらい参加を希望して。まあそうですね。千人以上はちょっとやっぱ怖いから夜やから。 あ、そうだね。はい。だからまあ千人ぐらいを目指してやってるんですけど。う三回目なんですよね。三回目なんです。え、もう三回目なんもう三回目です。はい。じゃあコースはもう三前から決まってんじゃん？もう全部決まってます。あ、それはもう最初に作ったから四年前に。四年前に。に全部走って作りました。あそうか。はい。いや、わざわざキャンペンが作ったとか。いやいやゃい。 前そんな主催者なかなかいらっしゃらないですよ走る功績もほんでお笑いステージもやってるんですよなんで走ってんのにそんなこといやいやああ吉本いっぱいお笑い芸人いてるから今回は豪華なステージが用意されてますゲストの方々も非常に豪華でございます田村賢治さんとかロバートとかリザーラモン HG さん銀シャリとか。 オールームクラブ、米田二千とかあるへん。米田二千も来て、あの持つきもやるんですよ。あら。米田二千って女二人？そう。あのこの間の M1 か何かで、はいはいはい。変なネタやった。はい。ああ。あの子らが来て、餅つきやります。餅つき。まだ若いよね。若いしまだ芸歴も浅いよね。そうなんですよ。若手さんですよね。はい。なんか。 あの体やから、もちなんぼでもつけますよ。そうだよね。もうバンバンついて。食べ方ですね。はい。それは楽しいかもしれない。師匠沼津中央高校の吹奏楽とか。はい。ダンスもある。大イベントじゃない。商業高校の吹奏楽も。はい。あと、加藤大学応援団。はい。桐生高校和太鼓。はい。ちょっと。 ちち地域の加藤学園ん走ってる途中にいろんなところでやってるってことそうじゃなくてどこでスタートしたとこスタートしたとこそこでやってるんですよ。じゃ昼も夜も楽しいですね。そうそうそう昼間そこでイベントがあって夕方の五時から走り始めるんだ。はい。一大イベントにしてやりますので。すごいじゃない。あとご飯も食べられるってもはいはい。ご飯食べられるの？はいご飯食べる。走る前に。はい。 南部でもご飯、あの、お金出したら食べれます。うどん。はい、うどんも。あの、お金出したら食べれます。うどんあるの?。うどんもあります。ぬまづうどん。え、誰考えた?。いや、これも僕が考えたんですけど。はい。いろんなところ。いやいや、なんかちょっと、町おこしをせないかんから。だから。どんなうどん。え、うどん。うん、どんな。ぬまづうどん。は。はい。あの、海鮮入ってます、たくさん。はい。あさり。 うん、わかめ。うん。はい。これも。入ってますよ。これを作るのに。一年かかりました。ずっと味に見て、これはあかん。また食べて、これはあかん言うて。本当。本当よ。本当ですか。一年。うどん屋さんとコラボレーションされてます。そうなんですよ。はい。そいつやってるんです。あの。本若テレビの。楽屋で。はい。うどん。 俺たち食べてたね、なんか200円、か。うどんがまずいんですか？いや、あの曲のあの食堂から持ってくるうどんがまずくて、うどんがまずいって相当で。でもそれぐらいしかなかったもんね。そう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 。はい。安いんですか？あれだから。いや、安いってよりお金払えへんも。あのあの曲が全部やってるああ。まあだから払ってないけど200円ぐらいのやつはい。美味しくない。 あんまりおいしくないですけどまあ今はあのうまくなりましたよあそうですかはいコックも勉強してコックさんがコックさんも勉強してねはいすごい勉強してそうですかえでもなか寛平さんは今 GM でしょはいはいはい何 GM ってあの GM でしょジイは豆を食べる節分っぽい <laughs> <laughs> まともに答えろよ、GM って、じジいジは豆を食べるって答えになってないでしょ、だって、GM の。なんとかあの新喜劇、まあ、僕はあの、うん、33年ぶりに会社の方から、一回、うん、あのちょっと新喜劇をなんとか、一回やり直してくれへんか、立て直してくれへんか言われまして。うん、はい まあいろんなことがあったんですよ。はい。え、新規劇は今だいたい何人ぐらいいるんですか。今百十人出るんです。はいはいはい。で、あの当時もう出れてないのが五六十人。そんなにえ、そんなに出てないの？出れてなかったんですよ。この僕がやる前は。前まで？はい。だからそこをなんとかあの会社的にもやってくれへんかって言われて、で入ってわかったんですよ。いろんなことが。 いろんなことが分かりましただって半分50人がずっと出れてなかったそってそんなおかしいもんねん。おかしいんですよ。うん、だからそれを、うんあまあ、まあはっきり言ってうて、ん、まあなんていうか出さんようにしてたんでしょうね。あえて出さないようにしてたって。うん まあそのグループっていうか、そういうのができていくんですよ。ああ、派閥的なちょっとしたな村社会みたいなものがそこの中で出来上がって、そういうことが出来上がってたんですよね。ダメじゃないそのこと。生々しいですね。ダメじゃないそのこと。そうなんですよ。でまあ僕がそこ入って分かって、でもそのデれてるグループがグループがやっぱ僕が入ったから僕をまあ煙たがるっていうか。 カンペさんを煙たがる人なんかこの世の中にいるの？いやそれがまた起きているんですよ。そうまあまああんまり詳しいことはね言えないんですけど、はそうなの？はいかショッキングな話ですね。そうなんですよ。だからもうこれ以上あんまり言えないんですよ。ああそうですか。いまあいろいろあってね大変なんです。ほだからねもう僕はあの 真、うん、さんも分かりますやはい、はい、あの全然もうストレスをためる人間やないしもうのほ,ほ,ほんとしてるし何にも考えてない。 そう,ですそうですはないでしょう <laughs> そんなことないぐらいはそんなことはないよとか <laughs> 自分で言ったから何にも考えてないってそうですって普通答えず違うんですかそれがどうしたそれが何も考えてない寛平さんがどうしたそれがもう僕が入って <laughs>、うん、もう僕ストレスだらけで、うん、最初ほんまに入った時に、ね、は僕、うん、ほんまにハゲてきて嘘本当嘘ってなはほんなんですよ、うん こんなんなんやっていうのがあってもうめちゃめちゃハゲができてでもまあそこも頑張ってずっとやってきてでまあなんとかうまいこと言ったなと言ってるなと思ってたんやけど今度また今度僕のことをもう悪く言うようなことをしてるんですよまあ例えば寛平さんは。 新喜劇に出たいから吉本に戻ってきた入ってきたとかそういうことを言うんです言う人間が似てるわけですよ。出来上がっちゃった村社会を壊すのは大変だもんね。そういうことを聞いてストレス溜まってくるやん。な僕は走んのにねほんまに1時間20分ぐらいかけてまあ 十キロぐらいを走ってずっと言い合わせ書いていうのがずっとやってたんですよところが、うん、そういうことを聞いたらもうストレスになって思って、うん、もう腹立っ,たって腹立っ,って、うん むっちゃむちゃもうスピードで走って。そ,そっちに行ったの、ね。十キロ速,度速くなっちゃった。10はい、十キロはだいたい55分ぐらいで。走れました。早い。早いだから、ストレスも必要やな。必要なんだ。いやいや、負担がかかりますよ。<laughs> はい。うん。はい。ハゲは治った。うん、え、ハゲは治ったの。うん、ハゲはなんとか治りました。うん、あ、そうですか。はい。でも寛平さん、それでやっぱ、その、そう入っていって。舞台に立ったの。 でしょ。あ、僕はあの二回、うん、あの,、うん、あ,のあの会社的にも一回昔のやってたその新喜劇をちょっとあの若い今の二十代三十代の子にちょっと教える意味でも、うんうん、寛平さんが吉本新喜劇の舞台に立って主役を演じたのは何歳か知ってる？はい、えー、知らないです。何歳で？ あの吉本新金劇の主役務めたんですか。座長になったのが二十四です。早くないですか。めちゃくちゃ早い。もうみんな先輩でした。僕一分はかかって。はい。その中で。あの爺さんのかつらつけて。杖持って。和服着て。和服着て。はい。まくるわけよ。もうめちゃくちゃおかしくて。 さの中にちょっとした狂気も宿ってるからもうこの人どうなるんだろうともう客席をもう腹抱えて笑ってた話せないですね本当にすごかった大暴れしてました一回巨人君の頭どついたことがあると思います杖で暴れててそんなことがあったりセットを潰したりとか後ろでセット持ってるやん あれを支えてるのをうん、うん、バンバンバレてバーンついたらそれがい穴開いてバーン後ろで持ってるやつ、うん、もう目の前 <laughs> 真横にバーンって杖刺さってもうとで僕はほんま聞いてびっくりしたもん人いたんだみたいな、はい、<laughs> そんなことがありました危ないとこでしたねまあでもあの頃もう24で座長だからね もう年上の先輩ばっかりだから周りあのあの舞台で食事をするシーンがあってねほんでまあ僕は子供でほんでお父さんと家族で食べるシーンがあっておかずの取り合いでほんで僕それバーンとってほんでセットの上まで登ってきましたはいはい人が支えるセットの上そうそうそう リハーサルでやらずに本番でリハーサルもそんなに確かにやんないんだよね吉本は23回しかやんない確かリハーサルじゃあもう結構本番でそう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 あとはだからいつものお約束のギャグがあるからその場面はその人に任せるみたいなねメダカさんが出てきたらもうこのギャグとね メダカちゃんと暴れてメダカちゃんを真っ裸にしてあの舞台の真ん中で、うん、ほんで僕が脱いだやつを全部パッチに服入れてメダカちゃんのも全部入れて、うん、ほんで僕が上手に去っていくほなメダカちゃんはまあ舞台の真ん中で真っ裸になってほん <laughs> <laughs> であの貯蔵押えながら。うんうん 電気消して、ほで暗転ですわ。すごいです。何、それ。伝説ですね。そそんなのやってました。ね、ギャグもね、メダカさんのギャグは。さんざっぱら戦って、全然勝てないんだけど。はい。このくらいにしておいたるか。ね。おきゃたのネクタイ取ったら、自分よりネクタイが長い。そうです。そうです。 だからまあそんなやってましたけどねうですか、うん、でもそうやってこう舞台に立ってみて久しぶりに立ってまた昔のようにそうです,うですねうん、うん、まあちょっとあの大れしてますねだからあの出れてない子もまあ言うてくるわけですよ「僕全然出れてないんです」って「出してください」って「ええ出 も出れてないう何年も出れてないと NGK には。何年もはい。だからそういう子がいてるわけですよ。あ分かった言うてんで会社に言うてほんでこの週じゃあ僕が全然出てない子ばっかり使ってんでやるわ言うてでもその出てない子ばっかりでやってもあれやから自分も不安やからだから今までやってたあのの 安心できる子を辻元とか内場とかあの辺をちょっと入れてあと出てない子を全部入れてやっとかそういうやってるんですけどねほんで下に劇場作ってもらったんですよ劇場ってあのセカンドチャーターそこはもう20代ばっかりが出るだからそこに出る僕が例えば出るとしたらもうギャラはいらんと。 もうやめといてって僕だけは言うてやってるんですけどねだからそこでコメディもやったりとかそうせんとあの20代が全然出番もないし育っていかないんですよ若い人埋もれちゃうんですよねそうなんですよはいだからでも今ね活躍してる人もみんな吉本からたくさん出てきてたじゃないですかはいはいそういうなんか したなんか若い者たちが出てこれる場は用意してあげたいでですすよねそうなんですもう僕らも、ねうん、若い時に、うん、やっぱりあの花木京に月別をついたんですけどはい、はい、あの人はやっぱり優しかったですあの、うん、もう入って1年が2年目やのに「勘弁、うん!で」って、うん「俺の役ちょっとやってみ」って言ってうん、うん、役を変わってくれるんですよ。 ほんなら舞台袖にいっぱい他の座員が見に来てほんで僕ができるかどうか見て失敗したらみんなが袖でゲットゲラ笑うてましたそうなんだそういうふうにしてやらしてもらったりとかしてそして育ててくれましたそっか先輩として新人をここぞという時にそうなんですよでも今はねもう「役お前変われ」とはもう言わないねもう言って 言え,言えないですよね、うん、やっぱりこういっぱい出るしでもそれはまあ大きな目で見ると、はい、吉本のある種いろんな戦略があるわけじゃない,はい、はい、その中でやっぱりお笑い部門は、はいまあ「m 1なんかもそうだけど、はい、漫才みたいな人たちがこう出やすくなってきちゃってるじゃない、はいはい、でやっぱり新喜劇は役者さんのイメージが、うんうん、強いじゃないですか。はい でそういう人の場が必然的にやっぱちょっとやる場が少なくなってることは確かだよね漫才とかああいう2人で出てってパッてやるからなんかこう気軽な気軽な役者さんはやっぱセットもあるし稽古もあるし演出家もいなくくちちゃほんでやっぱり漫才師さんは2人でネタ作って例えばもう作家がいてた作家と考えて めめちちゃゃけていくわれで一本のこの爆笑を取れるネタができていくそれは二人で頑張ってそれを作っていくけど新喜劇のみんなで頑張らなあかんみんなで笑いを作っていかなあかんからずっこける時も全員だしねそうしてやっていかなあかんのにやっぱそこがちょっとぎくしゃくしてたんですよねだから例えばあの 飛び打って出してもらうとかそういう感じになってたからダメになっていったんじゃないかなと思いますね。少しずつ変わっっててくいいう実感ははありますもう全部にこう聞いていくからほなまあ例えば気を使いながら出てたっていうわけですよちょっと出してもってる子なんかは気を使いながらいやお笑いでね一生懸命やっていかなあかんのに。 舞台で気を使いながら。それはかんでよ。でもなんか、あれだよね。で、テレビの方じゃ、今、吉本チャンネルっていうのは。ありますね。あるじゃないですか。B. S. ね。B. S. で。で、あれで、今、なんか、いろんな中継とか、いろんなこと、やってる。やってます。やってるよね。新喜劇もね。放送されてます。昔の新喜劇。はい。ずっと流れてるみたいな。そう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 。はい。あれが懐かしくて。はい。 だからなんか嬉しいですよね。うん、あれつい見ちゃうんですよね。<laughs> あ、そう。ありがとうございます。またお願いします。うん、見といて。<laughs> <laughs> なんかいつでもやってますよ、うん、本当に劇とか。あ、そう。はい、そう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 ね。うん。はい、あのー、あれなんだ、BS の。 チャンネルのすぐ下にチャンネルが次だからな見ようというかすぐ見れちゃうだから僕もそれを見たりするんやけど新になっったらちょと恥だからもう自分が出てるのめっちゃ恥ずかしいですもんうわ下手やなとか何してんねんこいつとかでも懐かしの映像って感じじゃないですか いや恥ずかしいですねはい二人であの新規でね二人でおむつ当てたまんま舞台出てたりしてたからね一緒にね向こうの演出家の面白いですよこれおむつ当てられてそれの再放送見たたたくねねえよやってましさてそんな寛平さんが発起人となっているマラソンイベント「寛平アメマナイトマラソンイン・ヌマズ2023」 三月二十五日の土曜日開催されます。はいうん、今回で三回目ですね。うんうん、はい、現在三回エントリー受付中です。うん、カンペアメマナイトマラソンの公式ホームページよりお申し込みください。うんうん、さらにさらに、三月二十一日火曜日、春分の日には。吉本新喜劇記念二千二十三。あ、ごめんなさい。はい、吉本新喜劇記念日ですね。 記念日2023を開催しますかんぺいさんをはじめ人気キャストが大集合こちらは会場ナンバーグランドか月ですが大阪ですかねはいそうです配信チケットも発売されてます詳しくは吉本新喜劇記念日2023で検索してください沼津ね楽しみですねありがとうございますあのチケットはもう全部完売してないんですけどあら あ、そうなんですか。はい、もう完売しました。いや、いいな、それはね。あ、じゃ、決まっちゃってるんだ。でしたね。うん。でも、あの、あ、あれで見れますから。あの。オンライン。オンライン。あ、ぜひ。そちらにも調べていただけたらと思います。そろそろ時間来ました。今日ありがとうございました。本日のゲスト、狭間寛平さんでした。ありがとうございましす。ゼネラルマネージャーも頑張ってください。はい。ジジイは豆を食べる。節分。